ヒラの仕様を見た、目撃情報多発で混乱。CM、衣装店、残り名を探すファンたち。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日をもってジャニーズ事務所を退所した元キングプリンスのヒラの仕様。ファンの心情が未だ落ち着かない中、ツイッター上では平野の目撃情報が拡散され、 混乱が生じている。対処数日後から、ネット上に、平野の仕を見たという目撃証言がちらほら書き込まれるようになったんです。いつもなら、デマかもしれないと情報拡散に慎重な人も多いのですが、今のファンは言うなれば、平野に飢えている、状況。たちまち広まってしまいました。芸能記者そうした情報の中には、ツイッターでの、横浜のちびまる子ちゃん美術館に平野紫耀くんがいたらしいという、 また聞き、情報も、おそらく28日まで神奈川県横浜市で開催されていた、桜桃子店のことと思われるが、ファンから、詳しく聞きたいです。などのリプライが殺到したためか、現在、発信元のアカウントは削除されている。こうした不確かな情報が広まっている状況に、ネット上では、最近、紫輝くんの目撃情報が多いけど、どれが本当で、どれがデマなのかわからない。 もしかして全部でま、正しい情報はどれ、と混乱しているファンも多い様子。一方で、ジャニーズ辞めたからって、プライベート情報を拡散していいわけじゃない。こういう時こそ、そっとしてあげるのがファンで、し私たちに日常があるように、彼らにも日常がある。プライベートに踏み込むのは辞めようよと訴える書き込みもあるが、やはり、平野くんが元気で暮らしてるのか、どこにいるのか。 どうしても毎日気になっちゃうと本音を漏らす人も少なくないようだ。なお、平野は現在も消臭剤、芳香剤、ファブリーズ、P&G と、ボシュロムジャパンへのコンタクトレンズの CM 契約が残っているようで、テレビや店頭の反則物で現在も平野の姿を見ることができる。そのため、ネット上では、偶然、紫輝くの CM 見れた。とファンが湧いているほか、店舗の店員に、いつまでパネルは飾られるのか、 と質問したという報告も複数見られる。加えて、平野主演ドラマ、クロサギ、TBSK、2022年10月期のブルーレイ &DVD ボックスの発売を記念した衣装パネル展が、東京、HMV&BOOKS、OK、渋谷で開催中、6月4日まで。本人は来場しないものの、平日でも多くの平野ファンが詰めかけ、閉店前に当日入場分の整理券配布が終了することもあるようだ。 平野の残りがを探すように彼の情報に敏感になるファンたち。状況が落ち着くまでにはまだ時間がかかりそうだ。中曽根幸子、エンタメライター。芸能誌の編集を経て、現在は国内国外ドラマレビューを中心に執筆するライター。人気俳優のインタビュー経験多数。平野志陽さんプロフィール、1997年1月29日生まれ、愛知県出身。 圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。